はい、今ですね、鳥取県の米子市にいます。米子市ね。で、米子の駅の今近くにいるところなんですけどね。で、今喧嘩ですね。喧嘩がありました。で、今見てるの警察がいっぱい来ましたので、パトカーが2台、もう1台来てます。もう来た。すげえ、警察24分3台目ですね。警察がすごい。警察にあれ来たり、すごいな。一人が多分若者と肩が立ったかなんかで吹き飛ばされたっていう話なんですね。で、今こんな感じで警察に事情聴取受けて、ね、説明してるところです。すごい、ね、もう一度行きましょう。いやーすごいね。警察に暴力振るっちゃうと、ボーム執行妨害になっちゃうからね、結構大変なんですけどね。すごいね、これ。3台、4台かな、全部で。